ガンプラがなければ人は生きていけない。追加アップデートという名の新しい光を。彼らにはそれが必要だった。発売から1年、ガンダムブレイカー3は皆様のおかげで大幅に進化した。マリーダさんなんでしょ。そんな今さら勝手ですよ。みんな明日のカスタマイズの予定だって、来週の塗装の予定だってあったんだ。お前の言うことは間違ってはいない。だが今もプレイしてくれているお客様もいらっしゃる。新たなガンプラ、ビルダーズパーツ、ストーリーなど、ゲームボリュームは発売当初に比べ大幅に進化したのだ。追加ダウンロードコンテンツなんて渡しちゃえばいいでしょ。何なのかわからないもののために開発が大勢死ぬなんて。まとわりつくな。何も知らされないで決められるわけないだろう。うるさい。ガンダムブレイカー3。気づいたか。今までに配信されたダウンロードコンテンツを紹介する、その心構えはできているか。そんな話し方で人を従わせようとするのはずるいよ。行くぞ。まずはリ・ブレイクで追加された100式イエーガーブレイクリアスが手に入るミッションだ。ちょっと待ってくれ。どんな理由があっても一方的に人のパーツを奪うのは良くない。さらにビルダーズパーツの調整幅が拡張、これによりカスタマイズの自由度が格段に上昇した。これがガンプラ。妙なんですよね、連邦のモビルスーツにジオンの武器がフィットするって。まだだ。エレメントスフィアの追加により属性攻撃も強化され、戦術の幅が広がった。これは違うよ。普通じゃない。これは危険な光だ。そして最強のさらにその上へと導いてくれるリミットブレイカーの追加により、パーツレベル上限の解放、さらなるやり込みで高みを目指すのだ。死ぬまで戦えってことですか。それともこのわけのわからない星探しに最後まで。これらの要素はダウンロードコンテンツ入手済みの友人と一緒に遊べば誰もが楽しめる内容となっている。最初からそう言ってくれればわかりやすかったのに。ガンダムブレイカー3、可能性の獣、希望の象徴。そして最後のダウンロードコンテンツ第6弾がついに配信。世界はさらなる深みへと突入する。今朝箱が上から落ちてくるのを見てすごくドキドキした。俺このガンプラを知ってる。この絵を見たことがある。黒いユニコーン。ダウンロードコンテンツは敵、倒すべき敵。マリーダさん、前線に到着。バンシー、行動を開始する。マリーダさんなんでしょ。なんでそんなガンプラを使っているんです。有料のものがなくとも私のお気に入りのガンプラは無料でなんとかなるものだと思っていた。それは願いなんかじゃない、呪いだ。光、私を救ってくれるガンプラ、誰にも奪わせはしない。お願いだ、正気に戻ってくれ。本編並みのボリュームを誇る新たなシナリオも実装されてるんですよ。マリーナさんだって言っていたじゃないか、エンディング後の商店街のお話も見たいって。うるさい、耳障りだ。いちいち頭に響く声を出す。それでも新たに参戦したガンプラも色替えやゴンパチで作ったモデルじゃない。みんなの意見を参考に新しく作った機体ばかりなんだ。開発側の理屈だと言っている。それだけじゃない、新しいビルダーズパーツだってマリーダさんが教えてくれたアップデートの内容と合わせるとカスタマイズの可能性はさらに広がるんだ。ふざけたことを冷やしく話しかけるな。フォトモードだって収録ステージだって増えてるんです。これ以上何をどうしろって言うんです。何と戦えって言うんですか。撮影したガンプラは投稿しろ、バナージリンクス。出なければコックピットを焼く。この分からずや、このダウンロード、ダウンロード、この私がダウンロードコンテンツを欲している。なんだこれは。私の頭の中に様々なパーツ、追加要素が流れ込んでくる。私がダウンロードコンテンツ、私が敵。連邦もジオンも宇宙も地球も関係ない。みんなのためにガンプラの箱をやれるな、ユニコーン。傷つけないように、傷つかないように、魔法を
ンダムブレイカーのために行動を起こしてくれたこと、礼を言う。ガンダムブレイカーって人間のスペックじゃない、なんていうのか、希望みたいなものだと思うんです。世界は広い、こんなにたくさんのガンプラが響き合っている。誰だってガンプラビルダーになれる。感じる心をなくさなければ。チャンスは必ず来る。その時は迷わずガンプラを作れ。俺はガンプラを作りたい。作らなきゃならないんだ。ガンダム、俺に力を貸せ。ガンダムブレイカー3、好評発売中。さらなる可能性を求めるガンプラビルダーには、ガンダムブレイカー3ダウンロードコンテンツ全6弾好評配信中。これから始めるニュータイプにはガンダムブレイカー3ウェルカムプライス、またはダウンロード専用ガンダムブレイカー3ブレイクエディション、2017年3月30日発売。ガンダムブレイカー3と全6弾のダウンロードコンテンツがセットになったスペシャル版だ。お父さん、わがままを許してくれますか？バンダイナムコ。